さあ今日も2つ行ってみましょうとその前なんですけども、まあ、この週末なんですがもしね時間と条件があればまたライブをやろうかと思っておりますいやただね問題というのは音がブツブツ切れるというね、えー、前回そういうご指摘いただきましたんでそれは治ったらという条件になりますけどもねはい、えー、ちょっとお待ちくださいではね内容なんですが1本目は飯山あかりさん、まあ、この前の投票結果を自分なりに分析しておりました4日ぐらい前かななんかねいかりチャンネルでやっていましたけどもまあ私もね当然ねこれいかりちゃんとはもう全然関ない 関係なく自分でこのいろんな各方法の、ね、投票結果を分析していました。で今回ねこの飯山さんの自己分析と私の自己分析であこれほぼ一緒だなと意見が、はい、そういうところを皆さんにまとめてご紹介しましょう。そして2本目はポツンと一軒家ごあの東北であったやつなんですけども捕まりましたね、はい、捕まったやつ逮捕されたのは常連国の連中ですよもう本当に腹が立つんですけどもまあ治安は昔と違うステージに行きましたところがこの事件につきまして テレビ朝日は何となく歯切れが悪いんだよんと何ででしょうねというお話でございますさあ1本目ねこの表なんですけどもさあ皆さん見てください、えー、衆院東京15区補選で飯山あかり氏に投票した人の内訳とでねこれはね飯山さんもねいの一番に言っておりました私もすぐに気づいたんですがやっぱりこれですよ 男性50%女性50%でこう投票した人が見事に半々なんですでねなんでこれに着目したかって言いますと実は結構珍しいんですこういう現象でなかなかないんですよかなりね偏る 方が多いいいと思ってもももらえばいいかもしれませんで特に今回の場合ですけどもあの日本維新の会の金沢さんですねで。金沢さんはどういう傾向があったかと言いますと男性にやっぱり人気があるんでしょう。なんとなく分かりますよね。なんとなく分かりますよね。えー、男性に人気があるっていうのはね。えーまあ、言ってみれば、まあ、このおじさんキラー的な雰囲気がありますと。<laughs> えー、だからそういうところでね、うん、こう投票が多かった。で逆に言うとこれ飯山さんが言ってたことですよ。えー、とはっきり は言いませんけども女性の皆さん私は女女なんんですけども女性の皆さわかりますかねとはい私は間違ってもあの金沢さんには投票しません。ね、えー、何がとは言いませんけども皆さんもそう思いませんかって女ならわかると思うでしょってねこういう形でまあ濁していましたけどもまあそういうことですよね。どうも女から見ると気に食わねえなっていうのが感じる人が多かったんじゃないかと。で私ねなんかそれは理解できるんですよ。でその反面ね、うん、おじさんなんかね握手で両手がっちり握られちゃっ Thank you. たでしますとわいいななところで投票しちゃうといやこういうことは実際ありますからで今の握手の話なんですけども待ってこれって定番でしょ必ず一人一人ドブ板で行って握手をするんですでしかもね握手っていうのはもう両手が鉄則で特にああいうねえー、まあこれはあの参政党のね吉川さんもそうかもしれませんけどもああいう感じの女性というのは男の人を見つけたらとにかく行くんですよで目を見て両手でガッチリ握手してぐーっと握るとはいこれで1票みたいなねそういう 計算していくんですですふざけた話だと思うかもしれませんけどもこれってね大昔からのいわゆる定石中の定石になっていいるんですよねはい、だからねいろんなこういう定石ってあるわけなんですけども飯山さんこれに関して私はそういうことは一切しなかったとねっどぶ板はやりましたよただね男の人がいたらね寄って行って両手で握手をしてにっこり笑ってね媚びを売るなんてことは私は一切する気ないとあんなことはしたくないということでやらなかったとでねあのなるほどと思ったことはやっぱ飯山 の見方で,あったんですけど例えばねこれ金沢さんんってて名前は出してませんよでもね間違いなく金沢さんは指してたんですけども金沢さんなんかがこう男の人を、ね、握手して両手でやってるとで問題はねその様子を女はどう見るかって考えたことがありますかとあーこれなるほどと思いましたねその姿を女性から見るとなんだかなというふうに感じる人が多いと思うんですよねとまあこれは私はね女性じゃありませんから何とも言いません。あの飯山さんが こういううう分析ををししてていいいたということを、ね、ここお伝えしてるだけけなんですけどねでこういったね戦略というのはまあ大昔からありまして例えば田中角栄という人物は典型的でしたよね選挙の時は必ずこれはね川下から川上に向かってやるとこれ何かと言いますと選挙のスタート 初日というのは、例えばね、新潟なら新潟で、これ当然選挙やるわけなんですけども、新潟市の中心部ではなくて、田舎の方の村かどっかに行って、十人とかそこらの人に集まって、そこでこのね、ビール瓶の上に乗ってやると。で、選挙の後半に向かって、だん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 大都市に行くと。こういうやり方をしたあそうでございます。だから、小沢一郎というのは、これは当然ね、もう古武になりますので、同じやり方をしたっていうんですよね。まあ、こういう選挙のやり方、いろいろあるでしょう。で、えー、興味深いのはここです。自民がやっぱり 21ぐらいい来てるんんですよねねこれななかかかだと思いませんか、ねはい、ただこの割合というのは他の候補者も、ね、似たような数を取ってますからあ一時言われましたね自民党の受け皿ということで今回行く先がないからねそれが保守党に流れたんだろうなんてそういう言ってる人もいましたけどそんなことないんですよ、ねえー、そうだったらね自民党の候補が立ったら飯山さん負けちゃうんですけども今回違いますねで面白いなこれ見てください私もねこれはすぐ目がいったんですけども国民民主 っってなってるでしょ5あちなみにねこれえっ、ー、と家山さん4万2000とりましたから1%というのは約420票になるんですよつまり国民民主を支持してる人のこれ5%になりますので全部でこれはうんうんうん1200人ぐらいになるんですか そうででしょ、1200人ですよ。だって国民民主を、ね、支持している人がそんなたくさんいるわけありませんもんねでも絶対数として国民民主を支持しているよって答えた人のうちの1200人が言いやさんに投票しちゃったんですよつまりこれ何を意味するか。ははい、玉木さんの戦略は大失敗 だったとということになりますよだってそうでしょ結局乙武さんを支持するって乗っかっちゃったわけなんですけどもなんとね1200人の人が「何やってんだ玉木さんと」とおかしいぞということで飯山さんに入れちゃったんですよ。ねはいこういうことになっております。で次興味深いのこれ111となってますけども立憲共産連は社民とこの1%で1っていうと少ないように見えますけども240人程度なんですよ。となるとね社民とかどう思います ?240 人うんまあこんな社民いるわけないかと。まあ共産 共産はそれなりに票数を持っているわけなんですけども240人,人程度というのはこれはね飯山さん入れたってことになるんですよねでさらに無党派やっぱりこれが特徴だと思いますね普段の選挙ではどこどこに入れるってことで決めてない人、まあ、ある意味風で流れたりするっていうこう,いう人になっちゃうんですけどもそれが今回ね飯山さんのあの戦略というのは非常に刺さったということになりますよねただもちろん危険なのはやっぱり無党派ですからね風が向こうに行ってしまうとこれがさーっと引いてくって可能性はあります でこれは何とも言いません、でも今回というのは、飯山さんが非常に刺さったってことは、これ、間違いないという事実なんですよ。で、賛成党、これ、すごいでしょう、3%ですよ。 3ねえー、つまりこれも720人ぐらいと、賛成党、あの吉川さんなんですけども、全部で8000票取ったでしょ、8000票取って、あのうち、うん、賛成党を支持してるって人っていうのは、まあ、確か3割ぐらいかな、そのぐらいいたかと思うんですけども、どうですかね、なんと8000票取ったのに、飯山さんに賛成党支持の人が720人も来てるんですよ。 だからね、よく言われてましたけども、保守党が出ることによって、賛成党の票が割れるんじゃないか、まあ、これは当然、予期できましたよね。賛成党の人たちは、そんなことはないだろうと言ってましたが、やっぱりそれはないですよ。賛成党支持の人というのは、ある意味、保守党の言ってることには、これは当然、共感しますんで、今回、かなり流れてきたということになりますね。いやそしてこれ。 これがねやっぱり不思議なんですよこれもね飯山さんね動画で触れてました私もこれが気にかかりました皆さんも思いませんこうやって見てね何気なくこれ水を、えー、逃しそうなんですけどもその他の生徒ってどこなんやと思いません はってことになるでしょだって主だった国,際、えー、国政政党は全部ダーッとあります。となるとその他の政党というのは諸派ってことになりまして例えば、まあ、あの水島さんの信徒、まあ、国盛とかねあとはまあ桜井さんの日本第一党なんてあると思いますけどもそんなところの支持者ってのは本当にわずかなはずなんですよ。となるとこれね その他の政党ってなってますけどもこれ事実上日本保守党を支持してるって明言した人がおそらくは大半を占めてるとしか思えないんですよねえここに保守党って書けばいいんですけどもただこの括りというのは国政政党ってことをやってるもんですからこうならざるを得ませんでこれでね飯山さんめちゃくちゃ自信持ったってこと言ってましたまあ、これは当然でしょうねえ、ぜひ自信を持ってね、今後やってほしいと思いますよ さあそしてお次なんですけども、はいポツンと一軒家ということで、これ上から見ますと、ね、うわあ、こんなところに人が住んでんだってやつなんですけども、さあ今回のあのねとんでもない強盗事件なんですが、はい見てくださいね、連続緊迫強盗事件に関与かということで、外国籍の男2人逮捕と、まあ、ベトナム人が逮捕されたんですけども、あのね問題はあれなんですよ。ポツンと一件 やってないキーワーワドなんですこういうとこね全部狙ってったわけなんですけどもはい日刊スポーツねこれ見てくださいねはいこの人が、えー、これはねこう書いていたんですけどもはいまあ、予約しますよあの「 テレビ朝日のポツンと一軒家というね、あの人気番組があるじゃないですか。空撮してね、あ空撮じゃないか。あれはこのストリートビューと言いますか、あのグーグルマップでね、ずっと見て、あ、こんなところにとんでもないね、離れた一軒家があるって、ざーっと上から寄っていって、そこに行ってみようと。で、そこの家主に会ってみようというね、そういう番組です。まあ、これ人気番組になりますよ。ところがなんです。 あれがもともとめちゃくちゃ危険だと。で、実際に外国人の犯罪者というのは、あの番組を見てるらしいんですよね。すごい手間が省けるでしょだってそうでしょ周りに人がいないから助けようがないんですよ。助け求められません。で、大声出されても聞けません。ね、聞こえません。だから極めて都合がいいんですよ。で、さらにね、こういう問題が指摘されているんですよ。まあ、この人も言ってるんですけども、 あの番組ただねここにこんな家があるっていうんだけじゃなくてその人の家族構成であるとか下手をしたら家の中までカメラが入っていくんですでどんな車乗ってるかも分かります口ぶりもわかるとどうです 家家族構成とか家の中丸見えでしょ。しかも大声を出してもバレないようなところに住んでます。でさらに言いますと普通であればねどうやってそこに行ったらいいかわからないと,ところが実はこういうルートを通ると車で来れるんだよみたいな形でその人の家主じゃないと知らないような生き方。 あとは周りの雰囲気。ね、そんなことまで、ね、全部、ね、もうバラしちゃってるんですよ。だからあれはあまりにも危険だと。で、この日刊スポーツの上にも書いてあるでしょ。生活スタイルまで公開することにはリスクということで軽症と。この長谷川さんってことはこの日刊スポーツでそんなことを言ってるんですよ。というねことが話題になっていました。ところがね、これテレ朝がやってるもんですから、テレ朝を見ますとなんかね、この辺りっていうのは非常に歯切れが悪いんですよね。人気番組ですから、はい、分かりました。やめました ってこことにならならいんですこれはそしてこれもね同じくトースポなんですけどポツンと一軒家」って書いてあるでしょ。でこの辺の書き方面白いですよね。え完全にあのテレ朝の番組を意識してるんですけどもテレビ朝日の「ポツンと一軒家」を参考にされた とと言われれれるるってて書いいちゃうとまずいもんんでですすからここ暗にねこれ案これ暗示してるんですよポツンと一軒家が狙われたんだけどもはい読者の皆さん分かるねあの番組のこと言ってんだよ <laughs> あれ危険なんだよってこと言ってるんですよそしてこれで、ね、朝日新聞なんですけども狙われたポツンと立つ山あいの一軒家って書いてますが。 実はこの見出しというのは最大限の抵抗をしているんですよ。狙われたポツンとということで、もうね、あの人気番組を考えると、ああ、あの番組となんかね、なんか似てるなと思うでしょう。ところがよく見てください。ポツンとのポツンが、あの番組はカタカナなんですよ。これね、わざとひらがなに書いてありますよね。つまり、カタカナでポツンと書くと、もう完全にあのテレ朝の番組をね、これ意識したっていう、これ文字になっちゃいますし、読者に気づかれちゃうでしょうだからそれをね少ね少しでもう。 でわざわざひらがなでポツンと書いてるんですよねはいということで私は逃げてるとしか思いませんだからねこれどうすんでしょうかねテレビ朝日ねやっぱりねさすがにまずいと思いますでね問題はまあ、その番組もまずいんですけどもそもそもね 外国人ですよで今回、ベトナムということになりますけども、どうです、あまりにも犯罪が多すぎると思いませんか、なんかこの点の強盗、あるいは、ね、いろんなキャッシュカードがどうのこうのってやりますと、必ずと言っていいほど、まあ、必ずじゃないんですけども、ベトナム人のねグエンさんとかホアンさんってこういう名前がしょっちゅう出てきませんか、人口比から言ったらおかしいでしょう、なんでこんなねものすごい角度と言いますかね、ね頻度と言いますか、密度と言いますかね、出てくるんですか。 どう考えてもおかしいでしょうもうね犯罪者集団と言われてもしょうがないですよ。ところが岸田さんというのは、えー、これはね、えー、これは我々の日本人の宝だとか言いましてでどん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 ん外国人を入れていくんですよ。でこういうことの対策なんか何にも岸田さん言わないでしょそれでいてどんどん入れるわけなんですよ。誰が一体得すするんだっっててことになってきます 本当にね、危ないですよ。もうね、えー、おちおちでね、普通にね、あの暮らせていけません。で、あんな田舎っていうのは普通ね鍵かけない家なんか多いんですけども、もうね、ステージ変わりました。日本も極めて危険な国になっています。皆さんね、本当にね、注意してね、えー、身の回りの安全をね、図るようにしてください。はい、今日の動画が、動画良かったと思う方、いいねボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは